それが多すぎるってことないよ。いや、そんな投げないよ。投げないよ、うん。ドライフードが今1日何グラム食べてましたっけ。1日ぐらいなんか、カップ的に測ってたんですけど、その袋に関してはどれぐらい10ぐらい2回、そんな少しじゃないでしょ、多分30か20ぐらいだと思うんじゃないか。前聞いた時30グラムが2回って言ってた。そうそうそう、じゃあ同じで、それでちょっとさ、痩せてたからさ、5% 増やして、ここにちょっと山盛りにしてますね。多分32は2回だね。一回測ってみてくださいね。毎回測らなくてもいいから。で、この間測った時に、うん、32とか3ぐらいで。で、野菜は何グラムでしょう。野菜は本当に、まあ野菜やって、あるかないかぐらいですね。1グラムあるかないかで。わかりました。野菜やってもね、まあ、最大やっても6グラムぐらい、1日で。それぐらい前だったら、まあ、いいと思います。ただ、それでも未消化で出るんだったらダメだけどね。たまに緩んでもまたその次には固まります。あ、そうですそうです。緩いって言っても上とかじゃなくて、なんかもっと押すときに、柔らかいなと思うと、お尻の毛についてたりとかしてて、で、取ってあげて取り切れない、ところを切られてる感じなんですけど、ちょっとまだ巻いてやってないんですけど、やらさせてください。23年の9月なんか調べさせてもらってるから、3ヶ月ぐらい経ってから、12月ぐらいか、12月入ったらもう一回血液は取りましょう。それから、まあ、ちなみにここ2、30日にやらかかったことはない。冷凍室に入れておきます。
後ろ足の何本か足の長い長くて目を見えるからねせーちゃん、いいとこまでせーちゃんこっちにね、よし、この手見えるのがいいんだよね伸びてるのがいいからマイクマウスでしょ1時間で12度全部出してきますからね、はい、まあ、いわゆる主車材で言うとね、はい、なんだけど、まあ、普通の、まあ、主車材で言うとねだけじゃなくて、もうフィールドまたフィールドさんの機能を変えて、まあ、そうですね入ったりはしないんですね入ったりはしないあとタオル。これはちょっと感情現象する。これは、まあ、総合ダムと、それから、ちょっとだけちょっと音が入る。ちょっとだけ飲みやすい。あと2つね、プロバイオティクス。ロバイオティクスというのは、お尻に出てくる力、お尻に出てくる腸の環境を仕上げる、余分なものじゃないんですよ、うん、そして、大きい運賃が出だすと免疫力は上がる、うん、これは飲んでるしょぼしょあともう一個、上がる、上がる、機能です、うん、機能には私たちが食べる機能かもしれないけど、データ循環という成分が入ってて、うん、そのデータ循環が、やっぱり自分に直すから、うんこんだけのものを粉にして出しますんで、はい、このプレーが辛いこれが入るのに用意して冷凍室を冷凍室でそのまま出してその粉だから使いますので、はい、でこれは咳する大注意するあたまにします何するあの水をすごい勢いよく飲んだ後にするとここれもね、咳も増えるようだったら言ってください、ね、あ、はい今、マウスを呼吸してたんで、する場合もありますし、はい、かまだ今のところ呼吸しても心臓が正常なんだけど、はい、心臓が悪くなってきて、こう、大きくなってきて気管を血を叩いて出る場合もあるので、はい、で、まあ、本当、風邪ひいて咳する場合も、ねはい、あるんですけどね店長、お尻の距離がどれぐらい変わってますか？もう変わろうか、うん、あとどこまでやった？うん、8分するだけなんで、お尻あ、もうその方がいいよ。はい、感じ。あ、はーい。で、ちょっと、ちょっと、ぐるぐる、気をつけて、水にピンつけるから。ごまするとこ、ね。じゃあ、この組み合わせで、じゃあ、脱ぐ顔は爪とパッドの決まりは終わった？はい、終わった。さあ、ちょっとブラッシング、ちょっと抱っこして。よいしょ。前足はやるってこと、後ろ足はやるってこと。やるの？はい、頑張った。よし。咳するね、なんか興奮すると出ちゃうの、うん、気管じゃないの、勢いよくなんか食べたりとかすると咳します水を勢いよく飲んだりとか、 なんか勢いよくものを食べたりとかすると咽喉頭部のここ飲む時って塞がるじゃないですか、はい、その塞がりが甘いのかな、うん、
はい、じゃあまあこの子に関してはね、はい、そうですね、この子の予防はいつなんだろう、予防薬はどうなってるんですかね、この子は。まあ、前行った病院で、まだ持ってらっしゃる、全部6回分まとめて買ってるんで、はい、じゃあそれは毎月、それを毎月月末に、はい、日に飲ませておいてもらって、まあ、また2週間ぐらいちょっとお口の匂いのチェックしますので、はい、してください、はい、この子2週間後にしておいて、はい、問題はもこなちゃんなんですよね。はい、じゃあ大体溶けたらいいよ。はい、食べる食べる、どうぞ。でまあ、一応その子にも12回分ね、無理にだからいいうちしてたら無理に使わなくていい薬ですからね。はい、あでこの子もそこ言ったっけ、前から比べて見て3ヶ月以上経ったら12月以降にどうなってるかですね、下がってくれてればいいんだけど、うん、その辺の薬ではないんで、はい、上がらなきゃいいよ、下がらなきゃいい、そういう感じで思ってください。わかりました、はい、すいません。